諸従とは中世の日本に存在した霊俗身分の一。本来は従者の意味であり、貴人、武家、自社、有力農民などに付属して雑務労役を担い、上都や相続の対象となった。同類身分として下人があり、下人、諸従と総称されることが多いが、下人は百姓下人などと上層農民に付属する霊俗民を指すのに対し、諸従は 自動所住などと、主に武家の霊族民を指すことが多かった。ただ、実際は明らかに下人と同一階層の身分を、所獣と呼ぶこともあり、両法に厳格な違いはなく混用されていた。所獣の中には一家を構えて、自衛工作を行う者もおり、その身分的実態は一律ではなかった。警府としては、奈良時代以前の下人の流れを引くものであり、 主家へ、類代一身専属するのが普通であった。武家に付随する諸重は、合戦において戦場に同行し、馬の口引き、敵の首担ぎなどの職責用になったが、通常私分とは認められておらずその首を取っても、手柄とはみなされなかった。近世以降、諸重の語はあまり使われなくなり、霊族民の故障としては、武家、農家にかかわらず下人の性が多く用いられるようになった。 阿ミノ義彦毛コ、モ襲来小学館、1992年、P103。ありがとうございます。